皆さん本日はありがとうございます。竹野内豊です。2019年より、アンさんとともに、ブリヂストンさんの、コマーシャルに、出演させていただきます。精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。竹野内さんと CM に出演させていただくことになりました。まだまだ勉強中ではありますが、タイヤの良さをいろんな方々に知っていただけるように、私も一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。タイヤは普段、見慣れているんですが、スタジオにはたくさんタイヤが並べられていて、少し、不思議な雰囲気でした。休憩中ですとか、タイヤに非常に詳しいブリヂストンの方から、それぞれ そのタイヤの特徴と機能ですとか、あとブリヂストンさんならではの、製作に至っての そのこだわりですとか、そういうことを、普段聞けないことをいろいろ知識を与えてくださったんで、非常に楽しい時間でした。ああいう感じでタイヤが並んでいるっていうのを見るのは初めてだったんですけれども、なんか本当にああやってディスプレイすると本当にモダンアートみたいな、なんか美術館とか博物館に来てるみたいだなっていうふうに思って、で私もカメラが回っていない時にもいろんな話をブリヂストンの方から伺ったんですけれども、本当にこう一つ一つなんか表情というか個性がそれぞれ違って、本当に奥深い世界なんだなっていうふうに感じることができました。実は撮影では、スケジュール的に違う別日で撮影したんですけど、今日が初対面です。そうなんです。はい、今日が初共演もこれまでまだなかったの で今回お仕事一緒ということで、お会いできるのとても楽しみにして、今日は本当に嬉しいです。これです印象いかがですか、お二人。いや、もういつもいつ拝見してもね、メディアで今日、お会いするの初めてですけど、すごく凛とされてて、素敵な方だなと。はい、アンさんいかがですか。いや本当になんかダンディというか、ダンディCM の声、まず最初に竹野内さんのが先に流れて、いやすごい素敵な声だなっていうふうに思って、もちろん見た目というか、私も打ち合わせの時すごく思いました。すごい素敵な声だなって。いやいや、まあ、車は同じでも、それぞれ人によって、住人トイレであって、トイレであったりとか、千人千色だと思うので、使用用途っていうのは、そうですね、私もちゃんと、選んで、対応を今後変えたいと思います。まさにCM の中でも竹野内さんが靴みたいだっておっしゃってた みたいに、同じ例えば靴でも生活しているスタイルがまた違うとか、ハイヒールを履いている人もいれば、スニーカーの人もいる、立ち仕事の人もいれば、デスクワークの人もいるとか、本当にそれぞれの使用用途が違っていて、私は本当に以前車乗っていた時からやっぱり家庭を持って子供がいるっていうふうに環境がガラッと変わったことで、車だったりタイヤに関する意識っていうのがガラッと変わりました。私モータースポーツとか、すごく好きですし、ドライブは本当によく、しています。なるほど、はい、そんな竹野内さんのタイヤ選びのポイント、今回はですね、短い言葉で一言でまとめていただいております。後ろにフリップがございますので、そちらを見せて皆様に発表いただけますか。はい、まずは竹野内さんからです。はい、お願いします。私はフィーリングでちゃんとがいい。フィーリングという言葉いただきました。その心は、ただ走ればいい、運転すればいいというのではなくて、曲がり方ですとか、止まり方も含めて、ドライビングを、今後楽しんでいけたらいいなと、思っております。なるほど、さすが車好きのお言葉です。はい、私の場合は、はい、愛情でちゃんとがいい。愛情、なんかいい言葉が出ましたが、その心は。そうですね、やっぱり安心とか安全とか、なんかこうやっぱり守るような存在、運転とか生活スタイルにふさわしいようなタイヤを選びたいなというふうに
思いました。先ほど竹野内さんからフィーリングと出ました。まさにそんな竹野内さんにぴったりなちゃんと買いが本日発表させていただきましたレグノの新商品 GR クロス2なんです。そうですね、はい、ちょっと気になっていました、後ろで説明を聞いていたので、あの新しいレグノですよね、はい、聞いてくれました、はい、ありがとうございます。レグノ新しい新商品のレグノを、はい、今回ブリヂストンさんからいただきまして、これから今後ドライブを、楽しんでいけたらいいなと思っております、はい、竹野内さんにサプライズです。竹野内さん、お誕生日おめでとうございます。実はアンさん、竹野内さん1月2日が誕生日だったということで、はい、今回はですねスペシャルなケーキご用意いたしました。なんとレグの GR クロス2ケーキです。どうぞご覧ください。じっくりありがとうございます。なんかびっくりするじゃないですか、ね、こういうの苦手なんでちょっと本当ですか、はい、驚いてくれました。嬉しいです、はい、光栄です。すごい GR クロス2になってるんですよ、ね、すごいですね。ちゃんとタイヤの溝も近くで見どんどん再現されているすごい。本当にちょっとびっくりしました。何も聞いてなかったものですか、はい、なんかあんまり驚きが現れてないんです。これサプライズ成功ということでよろしいですかね。いやもう内心結構ドキドキしてます。長嶋さん成功ですって。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。ありがとう。竹野内さん今回48歳、はい、そうという、ね、はい、ということでイノシシ年、なんと年男ということなんですよね、はい、めでたいですが年男としての今年の抱負をお聞かせいただければと思います。そうですね、この、新しいレグの、今、プレゼントをしていただけたので、仕事も、走りも、このレグので、そうですね、楽しんでいけたらと思っております。仕事もプライベートももう車がなくてはならないような存在に以前よりより一層なっていますので、うん、なんか本当に今回それを見つめ直すとても素晴らしいお仕事をいただいたなと思いましたので、このまあタイヤを通して、私もイノシシ年ではないんですが1年頑張って駆け抜けていきたいなというふうに思いますはい、素晴らしい抱負お二人ありがとうございました。